やつ、切られたいものからかかってこい。カスト、行くぞ。ペンタグラムソード、力のパルファム、ひらめき無限大。7つの星に裁かれグランシャリオ。ゲッセン、たあいもない。やつ、切られたいものからかかってこい。フォトンスライド、紳士の全部タッコ、ミーティア、やったな。相手になって、フォトンスライド、紳士の全部タッコ、ミーティア、やったな。やっ、ここは私に任せたまえ。フォトンスライド、紳士の全部タッコ、ミーティア、やったな。やっ、切られたいものからかかってこい。行くぞ、ペンタグラムソード、力のパルファム、ひらめき無限大。フォトンスライド、ミーティア、やったな。よし、いたぞ、ドラゴンの小型。俺が援護する。ああ任せろ。エルザ、任せたぞ。カスト、行くぞ。ペンタグラムソード、ゼロ距離吸引、力のパルファム、マックスメーン。天体魔法、フレアです。力のパルファム、ひらめき無限大。急来神、七つの星に裁かれグランシャリオ。
ってやる。無理はするな。だがお前でも倒しきれんぞ。問題ない。カグラ、助けてくれるのか。勘違いするな。お前を許したわけ。ああそう。確実に一匹ずつ。ああそう。ゲッセン、ゼロ距離吸引、力のパルファン、マックスメーン。フォトンスライド。ふむ、回転ショーの肩。紳士の全部タッコ。七つの星に裁かれグランシャリオ。の方ミーティア、でかいのが出てきた。さしずめ親玉か。私に届くか。ゲッセン、ミーティア。たわいない。小型を一掃できたようだ。礼など無用だ。ミリアーナ。待て、ミリアーナ。いいんだ、エルサ。よくない。私はジェラールを許した。そんなことをしても何も残らん。そうね。
間違ってるわ。ウルティア、そもそもジェラールを恨むこと自体、ジェラールを陰で操っていた女よ。よせウルティア。私はそういう女。やっぱりダメね。何かあったのか。別に。それより小型のドラゴンがまだうようよいる。手分け、シモンを殺したのは私。楽園の塔を恨みがあるのなら生き残りなさい。あいつも本当は被害者だ。幼い頃からどうかしてるよ。それでもこの世界で生きている。何の話だ。俺をそんなバカ。真実、俺はもう一つの可能性の未来。黙れ黙れ黙れ。動いちゃダメよ。ルーシー、ルーシー、さっきのやつは誰なの。ローグって言ってた。もう一人の未来人。目的は。わからねえ。敵なの。ルーシーは相当な魔導士に成長してるみたいで。でも未来というなら弱点はある。この時代の。でもタイムパラドックスを突き詰めていくと未来のという説もある。それは時が今は時が乱れてる。未来ルーグじゃ可能性は高いわ。現在のローグを。未来のローグが消滅すればそこ。ダメだ。未来の怒りに身を任せてはダメよ。違う。未来のローグ、どこか。今のローグには何の罪もねえだろ。そうね、約束する。夏、ローグが今回の件の全てのトリガーになっている。ドラゴンは襲ってこなく元に戻すよ。ローグ、何ボケっとしてんだ。スティング、手貸してやる。行くぞ。お前一頭倒。いや、連れてきちまった。何？笑い事か。なんだかんだ言ってもコンビって。総流の力。ああ、そうさ。こいつがいる限り思いとどまった。だけどそこじゃない。私は極めて短絡的に。何が魔女の罪よ。よし、俺たちも行くぞ。はい、グレイ様の。グレイ、俺たちも。リオ、それにシェリア。ギルドは違えど、ジュビアの父となれば世界の危機だろう。そういうわけで守ります。私に任せて。やれやれ、お出ましか。アイスメイクフロア。天神のドボン。やったー。
コース。よーし、行くよ。アイスメイク、アイスブリンガー。天神のロケス。アイスメイク、エンブ。行きます。肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスゲイザー。天神のロケス。標準拡張の翼。アイスメイクカンバー。どうしたよ、こんなもんか。グレイ。よし、行くよ。アイスメイク、アイスブリンガー。天神のロケス。アイスメイク、スノードラゴン。しまいだ。任せろ。よし、行くよ。アイスメイク、アイスブリンガー。天神のロケス。アイスメイク、エンブ。行きます。
結構な数じゃねえか。グレイ、もっそういうお前もよ。ナルマ島演武から連戦で魔力が尽きかけてる。諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティアが。話は後よ。何をしても私の罪は許す。ローゼンクローネス。アイスメイクエンプ。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前ジュビーン。いや、ジュビアには大したことかもしれま。これってもしかして愛の子。ジュビア、あれ、私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ。一分。そんな。でも。これ以上…ジュビア…なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分…あの辺りから小型が現れて。本当に来やがる。どうなってる。誰かが教えてくれ。誰が。血流の猛攻。
竜の矛か。右、こっちか。なんだ、一瞬や。その一分は人類の反撃の起点となる。今のは一瞬、未来が見えた。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここ。いいえ、ここにいさせてください。みんな、これ見て。ヌーシー様、何ですか。未来の私のメモ帳なの。ここ、万が一この時代においてエクリプスが破壊された。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょう。すると未来にエクリプスが存在しなければ。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかない。はい。魔力耐性の強いマギナニウム号。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行く。お前に従おう。よろしくな。おっ、うん、守るぞ。